どうも、キリ先生、私も集合ゴッド集合住宅家ねじ曲げんなというわけでですね、今回マズラビデオ都市伝説シリーズでございますというわけでですね、令和のミスター都市伝説ミスター関呼んでいきます。うわうわこんばんは。うわよろしくお願いします。どうも。いやー、ミスぜひ配信構造一人で揺れんな今回の都市伝説は、世界中の人々の個人情報や SNS 上のやり取りまでもが監視されている現代、ついにその目的が判明してしまったかもしれないよね。というわけでですね、今回その神のノープロジェクトについて見ていきます。NSA アメリカ国家安全保障局 CIA 中央情報局の元職員エドワード・スノーデンは2013年、 NSA は全世界の人々の個人情報を収集しているという内部告発を行い、世界中に衝撃を与えたので、我々の通話やメール、チャット、 SNS、 写真からインターネットの閲覧履歴までもが全て監視されており、それらは全て一箇所に集約されているという。俺キモいよー。晒さなくても当初アメリカ政府はスノーデンの告発の内容を否定していたけども、後に事実であったと認め、今では事実と判明した陰謀論の一つとして知られてるんで。先生はさ、扁桃腺肥大しててさ、今ですか？そう、全然聞こえてなくて、唾も飲み込めないんだけど、痰つぼとかってここある現代にねここまでは都市伝説を調べていればよく耳にする話ではあるけども、何のためにこのようなことを行っていたのかという疑問が生じてくるのね。それは地球上の全ての情報を集約し、文字通り全知全能を作り出すことが目的なのではないかと言われてるのよ。それが神の脳プロジェクト、アメリカ国防総省、 NSA、 そして Google が共同で秘密裏に行っているとされる計画で、我々が利用しているデバイスやパソコンなど全ての情報を網羅することが目的なのではないかと言われているので、さらに最終的には全人類にマイクロチップが埋め込まれ、感情や思想などのデータも収集されることになるのではないかと言われているのよ。皆さんが今見ている YouTube や Google などあらゆるサービスが無料で利用できているのは、当然サービスを提供している側にとって絶大なメリットがあるからなのね。おかみなの世話焼きじゃねえこれほどの膨大なデータを使えば、仮想空間に現実と全く同じ地球を作り出すことも可能になり、我々は肉体を捨て脳だけを保存してコンピューターに接続して仮想現実に大量移住することもあるかもしれないのよ。ここまでは荒唐無稽な陰謀論にも思えるかもしれないけども、もし仮に神の脳プロジェクトが本当に存在するとして、より現実的に考えるとすれば、彼らはアカシックレコードを作り出そうとしているのではないかと考えられるのよ。お前いつまで無料で YouTube 見てんだってこと。ええ、いい加減ね、 YouTube プレミアム加入しろ、人生が快適になるぜ。そんなこともねえからアカシックレコードとはルドルフ・シュタイナーが提唱した概念で、宇宙誕生以来過去現在未来全ての事象記憶感情が記憶されている壮大なハードディスクのようなものが宇宙のどこかに存在しているという仮説のことなのよ。アカシックレコード自体はスピリチュアルな概念ではあるけども、全世界の情報を一つに集約することが実現すれば、アカシックレコードを人工的に生み出すことが可能になるのではないかということなのね。そして全人類の脳や感情などをトラッキングし、さらに地球上の全てのデータを一つに集約して、あらゆる統計やパターンを算出することで未来を予測する技術すら実現可能になるのよ。ラジカセ詰まってるカセットテープ入れ戦争やパンデミック、自然災害や経済危機なども全ていつ起きるかということまでもが予測することが可能になるかもしれないよね。この人工アカシックレコードが完成した暁には、人類滅亡の時までもが判明してしまうかもしれないのよ。神の脳というのは Google 創業者の一人であるセルゲイ・ブリンの発言が由来であると言われているけども、彼の言う神の脳とはまさしくアカシックレコードのことを指しているかもしれないよね。ね、神の脳っていう言葉でしょ、アヌンナギなんだよね。そうそう、アヌンナギなの、つまりコーンヘッド。お、なるほどね。全人類コーンヘッド計画。自分に嫌気がさせたのという手話、今日は取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんからそんな関係ないっていう命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとかできるの。ああ